晴らしい科学人具だ。みんな逃げろ。大丈夫か？もう一人？てめえら何者だ？でかいやつが大筒木錦式。そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか？ああ、ついさっきな。奴らについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ？藩を連成するらしい。さよう。これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます？衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ。戦闘開始。カフェアの城でお前を襲った奴が、あいつだか。戦闘力は高めるだ。それによらず、意外と執念深いやつだ。準備完了だ。止まってくる。雨の手。会場の奴らはどうなんだ？やるぞ。もうほとんどが逃げ出した。あと少しだけ持たせればいい。準備完了だ。よっ、やった。雨の手。よっ、おら。止まってくれ。準備完了だ。俺の手力。行くぞ。行くぞ、クラマ。カグヤの時みてえに俺とサスケでお前らを止める。俺とサスケ相手にここまで、とんでもねえ奴らだ。
粘りますな。ふん。ならばこうしよう。どうせこの苗床きれいに整え直さねばならんか。狐、お前は死ぬなよ。サスケ、あと頼む。わかった。行くぞクラバ。守ってねえだろうな。ゾンアルト。よかった、気がついたのね。ここは君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺、その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？父ちゃんは、父ちゃんはどうしてきたの？知りたければ直接ナルトに聞け。え。
助けに行くぞ。奴はまだ生きている。なんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前はナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ、それって負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺のリンネガンを使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。